Bonjour. こんにちは。コーダーリエです。ここはフランス。パリから東へ 130km のランス市です。今私とシラノがいるのはプラスデューフォーラム、フォーラム広場です。今日はシラノのお散歩を兼ねて街中でちょっとしたお買い物をしたいと思います。ランス市役所にも近いこのフォーラム広場、これはパーキングメーターですけど、このフォーラム広場なんと2000年前から存在しています。2000年前の人もここで集まって集会をしたり、それから公開で演説をしたりしてたんですよね。当時の人たちはどのようなことに関心があって、どのようなことを話していたんでしょうか。日本とフランスの距離は 9900km くらいとのことですが、2000年後にそんな遠くから空を飛んで人が来るなんていうことを当時の人たち想像していたでしょうか。と言ってる間に、あれ、今シラノ拾い食いしなかったですか。シラノはね、いい子なんですけど、まあ、シラノにはシラノの考えもあるのね。あし、シャン、シャン、シャン、あし、サラ、シャン、あし。襲われたって分かってるしできるんですけどね、シラノが必要と思った時だけしてくれます。困ったわ。パン屋さんの前でシラノに待ってもらって、私はバゲットを1本買います。ほらシラノ、お座りをしていい子にして待っていますよ。というのも、ここでは買ったばかりのバゲットの端っこをもらえるからです。どんどん待って待って、お手だってすぐしちゃう。反対側もしてみる。反対側もできちゃう。なんていい子なんでしょう。オニバ、じゃあ行きましょう。次に私が寄るのは美容ショップのナチュラリア、オーガニック製品の専門店です。最近では海藻類やごまのペースト、ほうじ茶や玄米茶なども買うことができてありがたい存在です。次に寄るのは、ミニスーパーモノップ、モノプリの系列店でコンビニ的な存在です。ここではなんとシラノはドアの内側、このアマゾン用のポストの前で待っています。最初の頃、外にシラノをつなごうとしたら警備員さんに、何やってるんだ外につなぐなんてかわいそうじゃないかと叱られたことがあります。フランスでは犬はとっても大事にされています。お買い物が終わったら市役所前広場を通ってお家へ帰ります。この市役所の下の方の立派な壁に見えるところ、これも今工事中なので、全部シートに市役所の壁の絵が描かれています。じゃあシラノ、お家に帰りましょう。こちらが今日の買い物です。これが最初に買った、パン屋さんで買ったパン。シラノにちょっとあげちゃってなくなっちゃった、先がなくなっちゃってるけど、パン屋さんで買ったパン。では順番にご紹介しましょう。こちらが番茶ほうじ茶、日本のほうじ茶のように美味しいです。これはとってもおすすめ。それからデトックスティーですね、これは、まあ、たまに飲みます。そして、洗剤、台所用洗剤です。それからお気に入りのハンドソープ、こちらフロラームというブランドのハンドソープです。シトロン、レモンとティーツリー、
これはですね、非常に香りが良くておすすめです。そしてこれが料理に欠かせないごまのピュレ、ペーストです。ごま和えにしたりサラダに入れたり、もうとっても大事。これは最後に寄ったモノップで買ったブリというチーズです。これなかなか美味しいですよ。そしてこのモノプリグルメというこの表示、ぜひ覚えておいてください。スーパーモノプリの厳選商品、大抵とても美味しいです。動画をご覧くださりありがとうございました。こちらはケールです。スーパーでこのような形で売られています。私はこのケールをごま和えにしていただきます。ごまのペーストと醤油とレモン、柚子果汁があるともっといいですけどね。ケールを洗って蒸すだけの簡単料理です。また次の動画でお会いしましょう。メシボク、ボンジュフネ、et à très bientôt.